明星食品チャルメラリカちゃんヌードルポトフ味、揚げ麺で粉末スープと火薬は最初から入っています。麺は細めでチーは弱く、軽い口当たりでサラッとした印象です。ラーメンではなくヌードルの匂いと食感です。スープは透明感がある淡い色です。上品な洋風コンソメ味で、粉末スープっぽい安っぽさはありません。野菜を煮込んだような甘みがあります。カップの底に黒胡椒が沈殿していますが、刺激や香りはほとんどありません。細長いじゃがいもはホクホクしたリアルな歯ごたえで、この製品の大きな特徴になっています。またベーコンも結構まともで、きちんと存在感があります。リカちゃんがチャルメラおじさんに変身しているという珍妙な設定のパッケージですが、中身は結構まともです。